マルタ・エリサベト・レーンは、フィンランドの政治家、スウェーデン人民党所属、女性として、初めて同国の国防省を務めた。1994年の大統領選挙に立候補、下が、マルティア・ハピサーリーに赤敗した。父は医師であった。ウーシマー県マンツァラで、幼少期を過ごし、カウニアイネンの全寮生学校に進学する。1957年に、 スウェーデン高等商業学校で経済学の理学修士号を応募アカデミー大学で政治学の博士号をそれぞれ取得し、1960年代初めにはタッパーウェアをフィンランド国内に流通させた第一人者として知られるようになる。1995年に女性として初めて国防省を務め、女性も兵士につける用法を整備した。 また、国際連合の事務次長やボスニア・ヘルセゴビナの人権特別報告官なども務め、国際的にも活躍した。世界各国で健全な政府を支援する NGO、グローバルリーダーシップファンデーションに参加している。1955年にオベレーンと結婚し、ベロニカ、ヨアキム、シャルロッタ、ヨハンの4子を設けたが、2004年11月8日に、 死別した。彼女自身にも1990年代に大腸癌、2000年に乳癌が,が見つかったが、いずれも克服した。ありがとうございます。